どうも、白熊先生です。今日はですね、モンストやパズドラ等の、まあ、大人気パズル系のゲームアプリに対する、まあ、都市伝説っていうか噂をね、ちょっとお話したいと思います。まあ、都市伝説にしてはでもね、結構僕的に聞いた感じだと、なんか説得力があるなって思ったんで、それを話したいんですよ。まずですね、あれって基本的には無料でできるじゃないですか。でも、実際問題あれってものすごい儲けてますよね、会社って。半端じゃないくらい。うん。あんな1000万円分のなんかプレゼントとかよくできるくらいだから相当儲けてるんですよ。ということはつまり課金してるやつがめちゃくちゃいるはずなんですよ。でも実際問題ですね、その課金してる人の割合っていうのはそのゲームをやってるユーザーの2割くらいらしいんですよね。にもかかわらずあれだけ莫大な金額を儲けてるってことはつまり何が言いたいかっていうと、ほとんどの人は無料で楽しんでるだけだけど、一部の人がめちゃくちゃ金をかけてるっていう今現状なんですよ。その人たちからの利益で会社が大儲けしてるってことですね。でそうなった時に、じゃあそのゲーム会社はどっちを大事にすればいいのってなった時に、2割側を大事にしないとダメなんですよね。この人たちがお金を出してくれ、この人たちにもっともっとお金を出させるっていう戦法で言った方が儲かるんですよ。8割の人を取り込むんじゃなくて、2割の人をもっともっと大事にするっていう戦法が基地なんですよ。ってなった時にね、よくなんかイベントとかやってるじゃないですか。なんか今は10連ガチャどうのこうのとかね、今だったらなんとかが手に入るとか、なんかすごくよくイベントっていうかその開催しますよね。でこれがまず1個目の都市伝説なんですけど、そのイベントっていうのは2割の人たち対象にやってるってやつなんですよ。これ何かっていうと、まあ基本的に全部パソコンとかそういうねネット上で管理してますから、例えばそのアプリを配信してる会社側は今どのユーザーがどんなモンスターを持っててガチャで何を引いてるか全部ね、データに残ってるはずなんですよ、絶対に。うん、その人の携帯にどんなものがあるかとか、何を今あるかとか、どんなデッキ組んでる、まあデッキとかチーム組んでるかとか全部分かってるはずなんですよ。ってなった時に、さっき言った2割のめちゃくちゃ課金してる人たちいるじゃないですか。あの人たちが今どんなカードを欲してるかも分かるんですよ。じゃあこの2割の人たちを見て常に観察して、あれこの人たち最近なんちゃらっていう属性のカードを欲しがってるな、よしじゃあその属性が出る祭りやろうとか言って、その人たちが喜びそうなことをやってるってことなんですよ。そうすればその人たちがまた大量に課金してくれるわけじゃないですか。これがまず1個目の都市伝説ですね。はい。で続いて、2つ目の都市伝説なんですけど、これに関して言うとあれですね、これはちょっとどこまで本当かなっていう感じもするんですけど、まあこれに関して言うと、そのさっき言った2割の人たちいますよね。2割の人たち、この2割の人たちがやっぱりそのお金をどんどん課金してくれますけど、やっぱりその課金のペースとかも全部わかるわけですよ。今日これだけお金使ってくれた、次の日これだけ使ってくれたこと全部わかるわけです。ってなった時に、だんだんやっぱりあれってガチャ回してもいいね、モンスターが出ない時とかってもうやだよやめようよって思って、だんだんこう頻度が落ちてきたりとか、お金を使うペースが落ちたりすると思うんですよね。でそうなってくるとね、そのデータを管理してる側からすると、あ、この人最近いいモンスターが出ないからガチャ引かなくなってきたな、やばい、この人にやめられたら困るってなった時に、あえて狙ってですよ、ランダムとかじゃなくて狙ってその人にレアなものが出るようにこう仕組んでるみたいな。そうすることによって、やめようと思ってたけどいきなりいいモンスター出た、レアな、よっしゃー、よし、これからももっと課金するぞっていう風になるみたいな。そういう風にして向こうが全部管理して操ってるんじゃないかっていう、この都市伝説です。うん、まあこれはね、ほんと信じるか信じないかはあなた次第ですけど、これはですね、やろうと思えば技術ですよ。技術的には全然可能な範囲内です。だからあとは、なんでしょうね、モラルの問題ですよね。モラル的にこれをやっていいかどうかをどう考えてるか、それに尽きるっていう話です。技術的には絶対できるはずです。まあそんなわけですね、この話にちょっとでも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いします。どうもありがとうございました。